さんありがとうございます。今日は前髪ちょっと長めになりました。切らなきゃですね。でもさ、遠くから前に切るの怖くない？ね、ほっ、あ、なんかなんか、あ、なに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 、びっくりした、びっくりした、なんか来た、びっくりした、なに、あ、びっくりした、あ、今心拍数速くなってる。あ、あれか、そうだ、ももかさん食べたいやつだ、食べたいやつじゃない、あのさ、あれだよね、ひな、ありがとう、あのお肉食べれるやつだよね。ごめんなさい、全然詳しくなくて、あのあれですよね、あのお肉で覚えてます、あのあれだよね、あのゴールデンウィークのお肉食べれるキャンペーンみたいなやつでしょ。わかる。正直な話ありがとう。そう、 あれでしょ、わかる、あのそう、なんかあのなんだっけ、あの海派かプール派、違うね、あ、何、海派か山派、そう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 、海派か山派みたいなやつがあって、なんかごめん、お肉だけめっちゃ覚えてるの。それで、どっちがお肉だっけ。プールちゃん、ごめん。そう、海派と山派で、どっちかがお肉でも、お肉が食べたいの。ごめん、正直すぎ。あのさあ、ねえ、わかる、そう、タワヤだって、え、嘘、どこ、え、これ大きいやつ、え、すごい、新しいやつやん、え、初めて見ました、初めまして。初めて見ましたよ、このタワー、何これ、なんかサーカス場みたいなやつ、サーカステントタワーだって。サーカステントタワー、ありがとうございます。アバターが変わってますね、チョコネクちゃんのアバターの方、サーカスタワーありがとうございます。すごい、すごいね、ありがとうございます。テント違い。ヤマハ、ヤマハお肉、なんかヤマハと海派のギフトがあって、どちらかを、さっき投げて いただいたんですけど、あんな感じで、モータンのショールーム、面白いモータンのショールーム楽しいから投げてみようかなって思ってくれた方は、そう、投げてくれたら、なんかいっぱい達したら、アバターももらえる？そう。ごめん、もうお肉しか言ってないね、ごめんね。お肉はモモがもらえるんです。それで、みんなには、平野モモナっていう名前が入ったアバターがもらえるんです。初見さん、 SK 法廷とチーム S の14歳の平野モモナです、よろしくお願いします。ラッチャーもらえるんじゃないの？うん、今回はクマさんじゃない、お肉、牛。そうそうです。2000個で達成だって。2000個、わお、結構ある。そう、ゴールデンウィークの期間なんですけど、うわー、すごーい。肉しか言って、ごめんごめんごめん。とアバター、平野モモナっていう、こういうね、アバターがもらえるんです。そう、なんで皆さんにはね、アバターがもらえると思うんで、ぜひよろしくお願いします。よそのルームでは使えないアバター、そうだよ。え、っていうか、おかしくない、その言葉ね。海のテントみたいなやつありがとうございます。山のテントみたいなやつありがとうございます。海のテントみたいなやつ、山のテント、トン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 、ありがとうございます。海のテント、海のテント、ありがとうございます。山のテント、山のテント、山のテント、10個ありがとうございます。ありがとうございます。そうです、なんかわかんないけど、テント投げればいいんだね、ありがとうございます。そう、
なんかわかんないんですけど、そうそう、とりあえずあのお肉がもらえる。このテントさすごいね、一気にさパパ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 パね、わかる、一気にさパパパパ、出てくる時もあるし、一個ポンって出てくる時もある。すごい。テント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 、クラッカー！皆さんたくさんありがとうございます。テントありがとうございます。え、もうキャンプしたことない。あのあれです、小学5年生にであのキャンプファイヤーに行ったんですけど、学校の行事でそれしかない、あとは行ったことない。テントじゃなくてお肉でいいんじゃない、なんで初見さん15歳だって、おお、え、じゃあさ、あのシャブルしてほぼ同い年じゃない、だってさ、もうさ、だって今年15歳の年じゃない？あれ？違うっけ？え、そうだよね。え、中学3年生って15歳だよね。だよね。しげんさん、SK48 と GMS の14歳の平野モナです。よろしくお願いします。嬉しい。同い年ぐらいの子嬉しい。トーク会でも、めちゃめちゃたまに来てくれるんです。たまに、あの同い年ですとか、あの高校生ぐらいですとかてこがたまに来てくれるんです、嬉しい、ありがとうございます。シャゴにしてももたん10歳や、違うそう、なんかね、そう、自分の年齢わかんなくなっちゃわない？なんかもうさ、まださ SK 入った年の気持ちさ、小学生でいるからさそう、気持ちは小学生のままなんだけどね、なんかね、年齢だけどんどん上がっていくのよ不思議だねお、2006年だって、おー、同じだじゃん同じだ、ありがとうございます、嬉しい、同い年の子と初めて出会ったショールームで同い年の子と初めて出会った、ありがとうございます。気持ちは18歳でやんす思ったん、気持ちは小学生でやんす、そう、身長と年齢だけがどんどん上に上がっていくんですクロフェッシュシチュエあーかんだ、もう一回、もう一回クロフェス出演おめでとう、ありがとうございます。そうなんです、もう発表されたよね、ね、だよね、そうです、出ます急に、クロフェスって何、なんかライブみたいな、何それ違うそう、本当に発表されたね、やめてやめて、発表されてるからされてるから、そう、やめて、そう、あの東京であのやるライブなんですけど、トーク会、その日はトーク会で、トーク会終わってからあのそうすぐトーク行く形になるんですけど、
15日だったかな。そう、いろんなねアイドルさんがあの集まるイベントなんですけど、そういろんなこういうあのそうアイドルさんが集まってやる15と16そうやるイベントなんですけど、その中のそうその中に SK48 として出れるように出れますっていうお話ですそうだから SK48 の中のライブとかじゃなくて、他のアイドルさんがいろいろ集まってやるライブです。ハートありがとうございます。そうです、楽しみ。そうなんかね、そういうあのなんていうの、そういうライブ、そう嬉しい、めっちゃ嬉しいコン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 、マリゲーカのアコン、ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しみ。そう、無事に開催されることより、そうだよね、あとね、あの15日間ですね。他に誰が出るんだっけ、他に。でもね、結構あの9期生多かったよ。全員言える、待って、誰が16人ぐらいだったっけな。誰が出る、ちょっと待って、誰が出る、みはるんとエスパさんも出る、そう、あとあゆかぴょんさんとか倉島さんとかどんちゃんさんとか、あとS は6人だ、そうですね、12人だよ、12人か、そうです。実は私もちゃうやん姫たんけだ、あやめろさん、なあやん、しっかりしてください、ひらすいませんなあやんもですね、今164個だって。え、山のやつ、え、お肉、もう164個溜まってんの、すごい、ありがとうございます。4個までのメンバーで結成されています、だって、ありがとうございます、教えてくれて、あ、めちゃめちゃ詳しく教えてくれてる、ひめたん、ゆずぽさん、あいかぴょんさん、あいあいさん、なーやん、みゆもも、あやめろさん、みはる、あいりさん、倉島さん、どんちゃんさんですです。楽しみです。そう、もうゴールデンウィークも楽しいこといっぱいだし、ゴールデンウィークの、あの明けも楽しみなこといっぱいだし、5月は楽しみなことがいっぱいです。何歌うんだ、え、わかんない、まだ全然何も知らないからわかんないけど、楽しみです、とにかく。そう、5月1はまずシャッフル公演、明日ね、明日はまずトーク会にシャッフル公演、そうだから2回半の方と会います。そして次2日目もトーク会、いいですね、皆さんにたくさん会えますね。それで次4日、もう1日経ってすぐですよ、4日、またシャッフル公演、K2 公演でファンの方と会います。そして次5月6日もですね、また S 公演で、シャッフル公演じゃない方の S 公演でまた皆さんに会います。そしてですね、5月12日12日ですね、また皆さんとね会えますね。55月って書いてあるよご行こうよ12日は当選しました、ありがとうございます。そう、12日また公演です。で、15日が黒フェスです、通販番組みたいなそれで皆さんにはね関係ないかもしれないんですけど、あの5月後半がそう中学校生活で一番楽しみである修学旅行があるので、
5月は楽しみなことがたくさんですね。そう、最近ねめっちゃ踊ってるの。めっちゃ踊ってるけどね、びっくりするほど体重減らないの。なんかさ、もっと減るかと思ってた。明日の公演も当選しました。見ましたよ、ありがとうございます。修学旅行どこに行くの？修学旅行どこに行くか、なんか先生に言って、終わってからしか言うなって言われたので、秘密、終わってから言いますね。いいね、ありがとうございます。そりゃそうでしょ、なんで。もっとさ痩せるかと思ってたよ、ももはね。そう簡単には痩せないだって。そうなの。はい、ということで715日ありがとうございます。そう、明日はね、メレちゃんの代わりに出ることになったので、モーの班の方に多分入れない方が多いと思うんですけど、ぜひ DMM で見てください。連行じゃないですよ、これは。今日数学の授業があったんですけど、数学で今なんだったっけ、なんかあれ、素因数分解、素因数分解のなんか式を使うやつをやってて、その勉強してるんですけど、なんかその数学の先生結構結構指名で当てられるんですよ。めちゃめちゃ当たりそうでドキドキしてた顔ももの。もうね、数学の授業本当にね全く眠たくなかった。今日ずっと目冴えてたもん。なんかもう当てられるかなと思って怖すぎて、そう、当てられた子だなきゃいけないじゃん。結局当たらなかったの。そう、嬉しかった。結局当たれなかったんです。もうね、影消してたもん。もうね、本当に前のなんかちょっとちっちゃくなって。もうね、後ろから2番目の席なんですけど、真ん中の後ろから2番目って一番先生から見えるとこなんですよ。で、今日の数学の授業はなんかいっぱい当てられるっていうのを隣のクラスのお友達から噂で聞いてたので、なんか放課になんか結構最近やってるんですけど、放課にどうしたら先生に当てられないかみたいなやってて、前の席の子にどれだけ隠れれるかっていうのを、あとお友達と練習してて。お友達がまず前の先生のいる教卓に立って、それでもう一人のお友達が前の子の席役をやってくれて、でもが自分の役をやって、それでもう一人のお友達が回っても先生がちょっと横に来てもちょっと横に来てもバレないようにっていう練習してて。だから当てられなかった。練習の成果発揮できました。もうすごかったよ、もうこんなんだと思う今日授業中。普通はこうやって座ってるんですけど、もうこんな感じだった。バレなかった。何の練習、当てられないようにする練習。そう、もうね、今クラスの子と4人の子、4人で特に仲いいんですけど、4人いるうちの3人当たったんですよ。ももだけなの当たらなかったの。そう、みんなで練習してたのにみんな当たっちゃって。そう、みんなでやばいやばい。そう、なんかラストの一人当たった瞬間に、あ、もうだけで当たってないね、やばっと思って。よかった。そう、本当怖かった。なんで当たるのが怖いの？当たるのが怖いのは、だって溶けてないもん。そう、
にさめちゃめちゃ自信ある問題だったら堂々と答えたいじゃん。国語とか超手挙げるもんそう、国語とかはめちゃめちゃ手挙げるんですけど、あの数学は本当にあのまずノート真っ白だもんはっきり言ったの。うん、そう、あれでも無理と思ったんじゃないそういうこと、先生が諦められた。そう、でももうそれでも全員に当てるよって言われた時はもう後ろの子にもう聞く、待ってここ何番。そうそう、クラスで何番目に当たるか数えるの。まず全員当てますって言われた時は何問目に当てられるかをまず、これ先生ショールーム見てたらやばいよねクラスで何番目に 1,2,3,4,5,6 何番目に自分が当たるか数えて、それで何番目の何問目だから何問目でもそこだけ解いてそう、そこだけ解いて後ろの子に聞いて、そうってやってるんですけど、急に途中の子が寝てたり分かりませんとか言われて、あの答えないと問題が一個ずれるのピンチピンチそれは本当にねピンチ。そういうの、そう、順番が変わるのは本当にね聞いてない聞いてないってなっちゃうずれなくちゃね。まあそうびっくりしちゃう縦に当ててんのに急に横に行ったりするの嘘でしょそうっていうもうの授業の裏話授業のかなりの裏話ですそうって、あの結構勉強よりもそういう作戦でね、もう頭を使ってますね。頭いいでしょ隠れる努力を理解する努力、分かったシャトルラン48回はすごい。うん、全然すごくないあの体力テストの一環でシャトルランがあるんですけど、女の子の評価が1から10まであって10段階評価なんですよ、シャトルランのその体力テストが。でシャトルランは女の子は10点の満点取るためには85回走らなきゃいけないんだけど半分そう、本当は85回走らなきゃいけないの。もう48回だったあれそう、でも本当にクラスで一番運動神経のいい女の子は100回走ってた。100回だよ。シャトルランって知ってる？こっからここまで20メートルあるんですけど、ドレミファソラシドって言う瞬間までにここの20メートルの距離をずっと延々と繰り返すので、その延々と繰り返した数が評価になるんだけど、え、男の子の平均もっと高いよ。そう、125回とかが10点満点で、そう、モーたちの一番すごかったクラスでね、クラスの中で一番すごかった回数は127回とか、男の子がびっくりした。うわすっごって、また127回だよ。あ、違ったっけ、わかんない。でもね、なんかすごかったの、とにかくびっくりしちゃった。中学生って体力すごいよね。そう、あの女の子でもね、バスケ部の女の子がすごかった。そう、だってもう家庭科部だもんなんて言ったって家庭科部え、でも全然ももが一番低いわけじゃないよ。ちょっと下の子もいるけど、でも別に決して高いわけじゃん。下から何番目、下から4番目か3番目ぐらいね。カエルすごいね
ごめん ごめん、カエルがすごい、あーめっちゃ泣いてる。まあ気にしないでいただいて田舎がバレる。結構低かったごめんごめんごめんそう SKE じゃん。でもさ SKE なのって言われる、え SKE っていう言葉さえ言われたことないそう、でもねダンスとね走るのは違うダンスはもう自分の好きなことやってるから超楽しくてさ踊っちゃうやん。でも走るの得意じゃない得意じゃない。全然得意じゃない、苦手運動できそうだな、ね、じゃあもも言われたの。そう初めてその今の体育の先生と出会った時に言われたんです、運動得意だよねみたいな。えでもさなんか得意じゃないですっていうのもあれじゃん、あ普通ですみたいな言っちゃったそう、その先生はあの1年生の頃からずっと体育の先生なんですけど、1年生の頃に運動得意そうだねみたいな言われたんです。そうでも別に苦手なんですけど、あ普通ですみたいな言っちゃったちょっと持っちゃった山のテントありがとうございます、クラッカーありがとうございます。え別にあのうんもう、あーテント実行ありがとうございます。今日は7時までです、よろしくお願いします。えなんか普通のちょっとしたぐらい、別に悪くはない。あのクラスで普通のちょっとしたぐらい、普通ぐらいだから、いや普通ではない世界さん SK48 チーム S の14歳の平野桃奈です、よろしくお願いします。スキップはできますか、できますよ、タタタンタンタタタンタン、飛び箱、あ違う飛び箱は違う普通じゃないんじゃん、違うって、別に普通もうちょっとしたできるよ、逆上がりと猿のお絵描きはできる。50m は 9.4 とか、2年生の時もっと早かった2年生の時は 8.6 とか7とか、なんか剃ったのかな、遅くなっちゃったあくまでも普通にこだわる、だから普通じゃないってちょっとしたらってお猿のお絵描きと鉄棒に足でぶら下がります、そして木の枝を持ちます、足でぶら下がりながら地面にお絵描きする、それが猿のお絵描きです。別に木の枝持たなくても手でそう地面に描くやつそう小学生の頃ね、もう猿のお絵描きしかしなくてね、そうずっとさ足でぶら下がるからさ、もう頭ずっと反対向きじゃん、だからおバカなのかなと思って小学校の頃ずっとテストまでさ猿のお絵描きしかしないからさ、おバカなのかな、いやでも別に小学生のおバカだって言うな、じゃあ違うか何もそんなことはない遺伝じゃなくない、だってももの弟も頭いいし、もものいとこも頭いいよ、うん、遺伝ではないと思う、どこから受け継いだか分かんないけど全然遺伝じゃない、弟は頭いいもん、いとこも頭いいもん、そうだよ、いとこまで頭いいんだよ、ママは普通かな、パパは頭いい、そうは
ハトコは分かんない弟頭いいね、全然めちゃめちゃ頭いい、なんか全然ママの小学生の頃と違う、なんか100点のテストばっかママに見せてる、今見せたことない、もうママに100点のテストなんてあ海のテントありがとうございます、モータンかわいそうモータン？モータンね、頭ねちょっとおバカさんだけどね、そういう分たくさん踊れて嬉しいですね100点なんか、そんなことないよなんか聞いてて切なくなってきた皆さん、SK ホテルとチームスの14歳の平野です、よろしくお願いします。はい、今日はちょっとダイエットしようかなと思ってこのものを用意しました。はい、ちょっとステージ移動いきまーす。はい、これですね、これですね、こちらになります。でってるるるるるー、なんかダイエットとか筋トレとかに使ってそうな、なんかくるくるするやつ、名前は分かりませんなんていうの、なんかくるくるするやつ、イエーイ、なんかね、回転寿司みたい、なんていうのこれ、ファットネス、あ、フィットネスマット、え、これもこっちのマットのことじゃない、これ、これの名前よ、これ、あ、クルリンパっていうの、それなら、今日はクルリンパを使ってアブローラーじゃない、違うじゃん、ちょっと誰クルリンパって言ったの違うやん、可愛い名前だなって思ったのに、アブローラー、腹筋ローラー、あ、腹筋ローラー、正式名称はクルクルするやつです、全体違うでしょ、すいません謝らないで、ローラー、クルリンパーなきゃ分かんない、腹筋ローラー、オッケー、腹筋ローラーだって、へえー、かっこいいね、なんか名前腹筋ローラーしまーす。こちらはですね、どうやってやるかというと、これをこうしてくるーってやって、こうやってやって手をこうやってどこまで伸ばせるかっていうやつです。モータン得意なの？いや、いや別にそんなこともない。ただ今日はダイエットをしようと思ってやります。ただそれだけのことです。それでは目標5回。行きまーす。慎重だよね、今度って慎重にいかなきゃいけないよね、もっといけるよもっといけるよね、全然いけるよね、ちょっと待ってまだまだいける、まだいける、あ、まだ全然いける、うわっ違う違うびっくりした、思った以上に勢い良かった、もう一回違う違う違う何やってんの、何を何を、今のちょっと練習みたいな体操、もう一回もう一回こういうのって身長なんだよ、今のは勢いが良すぎた行きまーす、
39。さあ、もうちょっとちょっといいとこ止めなきゃいけないんだよね。あら。じゃあもう一回もう一回もう一回。やっぱ勢い大切みたいな。ちょ一瞬で行くでも。やっぱ勢いの方が大切だ。せーの。なんか想像してたのと違うよ。ね、想像してたのと違うよ、モモの。ね、想像はもっとなんか1、はい、2、はい、3みたいな。ね。ね。そうだね。予想通りですか？なんで？なんで？え、もっとさ、なんか1、2、3、4みたいなさ、もっとさ、ね、それをやってください。はい、浮かせるからダメ。こうやってさ、あ、つけばいいんじゃない。こうやっていきますね。ここをつけて。つけて。もうちょっと、ちょっと、もうちょっといける。あ、これぐらい。1、2、あ、めっちゃ楽だよ。3、4、こんな感じ。絶対違うよ。え、違う。どこまで行けばいいのこれって。真面目にやってる。何やってるんですか。楽しんじゃダメだよ。で、きついよ今の。でも全然ダメ。もう背中丸めちゃダメなの。肩、背中丸めちゃダメ。はい、あれ。はい、あ、はい、こっから進むんだよね。こっからだよ。せーの、1。今さらだけどダイエットには関係ないよね。あれ、モータンどうして。え、わかんない。なんかこれやってたつもりね。新しい使い方。新しい使い方なんとでも思いつく。なんか足マッサージみたいな。なんかね、いいよくない？なんか聞いてる気がする。ね。それはありがとう。小顔？小顔がちょっとできなくない？ね。ちょっと待って。そう、今ので1センチ縮んだ。
入れない方がいいかな。あこれお家にある方やってみてください。え、今できてた？腕立てじゃん足をまっすぐにするの。あ、でもさ、もうの見本に乗ってたやつさ、足の曲げてて伸ばしてたの。腕を前に伸ばすように。分かった。腕を前に伸ばすように。え？え？足をまっすぐ伸ばす。伸ばす。伸ばす。なんか解いちゃった。はい。そっから戻る。はい、ラストいきまーす。こっから戻るのね。オッケー。せーの。ローラ、伸びて戻る。伸びて戻る。お蔵入りだな。お蔵入りとかないし、もう生放送これ。はい。まああと1ヶ月後ぐらいにやったらもっとできてるかな。最初はそんなの、そう、そうそう、今日初めてやった。何の時間だったの？え、一応ダイエットの時間みたいな。はい、1ヶ月ぐらいやったら多分できてると思うので、多分飽きてる。違う。ボツ機械。違う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 、そう。はい、ということで編集ってあり。なんでちょっと番組みたいにさしないでいただきたい。そこで音いきまーす。あー、返品しましょう。なんで？なんで？返品するの？え、やだ。次回はモノバカのネタになってると思う。なんで？はい、ということで、いきまーす。聞いてください。平野桃奈で、こよっちフラグ。あ、手が使えるの忘れた。ザッザッザーン。はい、はい、はい。ザッザッザーン。
にはしない。こんなにわかりやすいフラグだった、大好きだった、ってなってわかるだろう、こういうチフラグよ。めちゃめちゃ楽しいがめちゃめちゃ飛んじゃ山の点とありがとうございます。楽しいこれ。海の点とありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。音符ありがとうございます。テント違う、クラッカーありがとうございます。ダンスはきついの、きついっていうか結構体力は使うけど楽しい。そうめちゃめちゃ楽しいよ。超楽しい。ね、もう一曲歌いたいな。急にね、今日だってさまだ8時じゃないでしょ、消えないでしょ。アンコール、やっぱそうだよね。無理やり？もしかして。どうぞどうぞ。え、ありがとう。ね、ありがとう。ありがとう。じゃあ歌うね。待ってね。ハヒハさ、赤サタナハだから違うな、まだ。さしすせ、はから始まる曲です。赤さたな、はだからまだ来た、あ、来た来た。じゃあ、ばだ、ばから始まる曲。それでは久しぶりに歌います。聴いてください。平野モナでバージンラブ。はいはい、出てきて、右からこうし、左へこうし、右にこうし。何の片手以上を
だからいいでしょ、本気だからいいでしょ、本気だからいい、この曲は研究生の時の青春ガールズ公演で毎回やってた曲です。で、ありがとうございます。海のテントありがとうございます。山のテントありがとうございます。海のテントたくさんありがとうございます。お花ありがとうございます。そう、青が懐かしい。懐かしいって言ってもね、まだ半年前ぐらいだよ。でもそう、でもね、青春ガールズ公演があって、青春ガールズ公演たくさん公演覚えて頑張って、やっと今のチーム S に昇格できてるんで、そう、チーム S は楽しいです。めちゃめちゃ楽しいです。そう、超楽しい。公演中の MC も楽しいし、あの公演始まる前の楽屋もうあのめちゃ面白い。同期も多いっていうのもあるけど、先輩もねめちゃめちゃ面白い。そう、面白いし優しいし、公演も楽しいし、楽屋も全部楽しいです。そう、一番探しなら GMS って、わかんない、でも結構みんなだよ。ということで泣きがまーす。ちょっとおしゃべりしすぎた。9期生で青がやったね。そう、めちゃめちゃ楽しかった。青が出てるももたん見たことない。嘘。打ち上げ花火は悲しいね、儚すぎ。あ、音痴バレる。はい、ということでランキングまーす。13位の SK48 とのボタンの方ありがとうございます。そうです、今日は肩出しの服なんですけど、明日のトーク会でも肩出しの服着ます。明日はもっと肩が出てるかもなんて。12の生まれたのはぶたの方ありがとうございます。テント244個だって。1日のこの1時間で、ね、すごい、ありがとうございます。すごい嬉しい。どこで見れるのそれ。すごい、ありがとうございます。皆さん、兄くん兄くん。11
りの早い感じです。もうの SK48 じゃない生まれたのぶたの方ありがとうございます。10位の生まれたのぶたの方ありがとうございます。9位の生まれたのぶたの方ありがとうございます。長いねお前、斜めにした方が大人っぽくなる説あ、やめとこ8位の生まれたのぶたの方ありがとうございます。明日と明後日どっか行きます。くしょー待ってます。ラッキーセブンまーるの生まれたのぶたの方ありがとうございます。うん、やめよう、わかった6位てんてんな生まれたのぶたの方ありがとうございます。久しぶりで嬉しい、こちらこそ見に来てくれて嬉しい、ありがとう。5位の生まれたのぶたの方ありがとうございます。4位明日までに切れますね前髪、貯金貯金貯金お前にならないようにの生まれたのぶたの方ありがとうございます。今日のイヤリングが大きめですね、もうの顔ぐらい、それはないかちょっと大きめごめんごめん、それはない3位のワンちゃんがいっちゃ前にサングラスかけてるアブタの方ありがとうございます。2位のワルタのアブタの方ありがとうございます。それでは行きます。 Thank you! Thank you! Very much! ありがとうございます。シェイシェイ違うな、これはそれでは行きます。ピンポンポンポン、前は分かれたこっちやれば直る、ほらこっちにやれば斜め、こっちにやれば真っ直ぐっていうね、いい感じの前髪ですね。どっちも使い分けるんですよね。ペンポンポンポーン、ジャグ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 ジャン。今日のうちはのチョコネコちゃんのおぶたの方ありがとうございます。チョコネコは今日で卒業します。お世話になりました。こちらこそお世話になりました明日から生まれたのおぶたってことですか。それでは行きまーすせーの、エル、はい、オー、はい、ブー、はい、イーの、ちぐなかちゃんのお歌の方、ありがとうございます。斜め、まっすぐノリノリやないか、そんなことないよはい、それでは行きます。なんですけど、今日でもね244個かな、たまったらしいです。皆さん本当にありがとうございます。ちゃんとね皆さんにもアバターを配布されますからね、達成できたありがとうございます、たくさん。はい、ということで明日はね朝になります。
はい、明日は朝ショールーム、朝ももたん、お昼トーク会、昼ももたん、夜公演、夜ももたんっていうね、朝昼晩のももたんが見られますので、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。明日のトーク会のコーデはまたモバイルメールで送ります。明日は布がこうこうこんな感じなんで、こことこことこことが破れてますね。明日は肩出しコーデで、2日がスポーツの格好をします。ぜひ券がある方はトーク会待ってます。ということで、おお、8750 おかしいね、発音。8751人の方、すごい。1時間5分、1時間5分ですごい、たくさんの方見に来てくれてありがとうございます。ゴールデンウィークだからお仕事終わった方が多いのかな分かんないけど、たくさん見てくれてありがとうございます。ということで、今日の大富豪は21時から21時半までやります。ももは大富豪です。ぜひ対戦よろしくお願いします。ということで、トーク会もシャッフル公演も待ってます。それじゃあニニンします。左手出して、右手出して、せーの、ニニン。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。バイ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 。